スケアニクチャンネルさあゴールデンウィークの進行とかが正直あったんですこの番組にもでいろいろ時系列がもやもやっとしておりますが、えー、本日はですねこの間小橋健太さんのねあのもう全日本プロレスかノーアワに行ってそこで終わらせたんですけれども小橋健太さんの引退試合に僕見に行ってきましてもともと僕はあの親日派と言いますか まあ今全日本にの社長やってますけど武藤圭司が大好きでそれで日本のジャパンプロレスを武藤を中心に見ていたんですけれどもやっぱりあの体がでかいくせに動ける選手っていうのがすごい魅力的でやっぱ自分ができないこと圧倒的にできないことができるっていうところですごい好きだっただかで小橋さんもあのガタイで5番ラリアットとかやるくせにムーンサールトができる選手だったりしたんですごい好きだったんですねそれで、まあ、四天王時代だったり三十四時代というものがもろもろ終わっていくさもです、ね、目の当たりにしましてすげえ泣きました。 いやーでも最後の最後に、ね、彼があの膝がボロボロでそれが原因でなかなかプロレスできなくなったんですけどあの膝でムーンサルトをした様をね生で見たらねうーんやっぱ泣いてしまいましたねで途中で結構悲壮感漂うかなと思ったんですよ、あの試合もなんかあのやっぱり若手の勢いとかいろんなものと、ね、が見える試合ではあったんですけどでポイントポイントで武藤敬司がですね天才的にポップな空気を入れるんですねめっちゃ面白いムーブをするんですよ。 あやっぱ僕はこの人の,方のファンなんだなと改めて気づきもしつつ小林さん本当お疲れ様でしたと言ってワン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 泣いた一日でしたはいねスクエアニックスには全く関係ありませんさあいきます <laughs> スカニクスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていくウェブラジオ番組スカニクスチャンネル略してスカニちゃん今回の特集は月刊ビッグガンガンにて連載中コミックス第2巻があさってあさって5月25日5月25日5.25プロレス的に言うとね5.25に発売になるキャンディーポップのイトメア通称キャンポナメ2度目の特集でございますゲストはキャンポナメを生み出した <laughs> 氷川平先生 キャンを出したらちょっとなんか変な感じになっちゃうけど氷川碧田先生お忙しい中またまた来てくださいますありがとうございますそしてそうですよ大型アップデートがあった「ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンライン」のミニコーナーもございますというわけで今回の「スクエアニックスチャンネルも最後までよろしくこの番組は「スクエアニックスの提供でお送りします「スクエアエニックスチャンネル 安本樹がお届けしているスクエねちゃん一緒にお送りするのは<棒>女の子が僕に出会ったら何になると思います <laughs> 女になるんで,すよでおなじみの <laughs> <laughs> 相棒ちゃんの件ですどうも。 女の子を女にしてしまう男、けんさん。何言んす、いらっしゃいませ。もう、赤面ですよね、えー。女の子を女にするんですね。いや、この前ね、あの、ししちょうどね。あの、十五秒で女性にキスするみたいな動画、見ましたけど、あれすごかったですね。どういうことですか。なんかね、出会って、まあ、ナンパ、はい、お、男がナンパするんですけど。僕のこと、魅力的だと思うって聞いて。はい でイエスかノーかどっちでもいいんですけどそれで「君に今ボーイフレンドはいるの?」って言って「うん、でいない」っつったら「今僕がキスしたい」って言ったら「する」っ、うん、つってすぐしちゃうんだってはあ15秒15秒でケンさんの手にかかりば6秒ですよちょっと待って <laughs> そういうつもりにいったわけじゃないのに <laughs> <laughs> まあまあまあね 2>, 2秒かもしれないよねまあそんなちゅって。<laughs> <laughs> なんだよそれ犯罪だよもうもう犯罪だよそれ <laughs> まあまあそんな2秒の僕がですねあの <laughs> 違うかなあのー、この前ね美味しいお蕎麦屋さんを見つけましてねやっぱ蕎麦1日1蕎麦みたいな感じでよくこう食べるとねいいとか言うじゃないですか、うん だから最近ちょっと好んでお蕎麦をなるべく食べるようにしてるんですけどルチンがルチンだっけルチン血液がサラサラになるそば茶とかも美味しいですけど安本さん何麺が好きですかラーメンうどんお蕎麦まあいろいろありますけど俺一番好きなのはラーメンだねああつけ麺よりもラーメンみたいなそうだねじろいけちゃう人間だからねおっじですかはラーメンじゃなくてあれはじろなんだああそっかカテゴリーが違ったんだね僕最近ちょっとねちゃんぽん麺に興味がありましてちゃんぽん麺 なんでちゃんぽんちゃんぽんってそのお酒を違うお酒を飲んだりするとちゃんぽんって言ったりするんですかねんかいろいろいろんなものが入るってことなのかなわかんないけどちょっと待ってちゃんぽん麺ちゃんぽん麺ちゃんぽん麺あンちゃんぽん麺あれちゃんぽん麺あれちゃんぽんン？ああマシなっと今今下さないで正解とか不正解今回マシな方 はい今回の特集は月刊「ビッグガンガン」にて連載中コミックス第2巻があさって5.25に発売される「キャンディーポップナイトメア」ゲストは氷川碧來先生こんにちは氷川ですどうもどうもどうも,どうもよろしくお願いしますちょっとごめんなさい話長くなっちゃって <laughs> たどり着くまでちょっとっ、ね、大丈夫大丈夫な方大丈夫な方<っ>いや今言わないでください後で褒めてください <laughs> もっとひどいのいっぱいあったんで全然大丈夫ほらほら 去年の十一月二十九日配信分に続き二回目のご登場ありがとうございます。いやどうもありがとうございます。ご無沙汰してます。ご無沙汰します。あれからもう半年か結構経ちましたね。早。はや何か変化などありましたか？何もないです。お平和に平和です。気がついたら五月でした。いやでもあの二巻が出ることになっている。<laughs> <laughs> あじゃあ順調に執筆の方も。<laughs> そうですね 2>, 2月3月ぐらいの記憶は全くないんですけどそれは忙しすぎてってことじゃないですかもしかしてそうですね漫画描いてたら <laughs> <laughs> まあでもね充実してるとねどんどん時間過ぎるの早いですもんねそうですね多分追い込まれて追い込んで追い込まれてみたいないろいろそういうこともあるんでしょうけど、ね、う最近なんかこれちょっと漫画当然ね漫画だけ描いてたらだめになるじゃないですか。うん

面白いですねねよくできてますすごい動けるところもいろいろあるし細かくこともできるんでぜひぜひ遊んでみてくださいね皆さんもねえ<ー>さあでもあんまりあのトゥームレーダーやりすぎるとこの人はきっと怒るんでしょうねっていう人も今日はねスタジオに入ってきてもらってますので<お>、えー、その方は編、えー、編集集担担当担当編集の渡辺さん、はいえー、こちらもねキャンディーポップの炒めのお話などもいろいろ教えていただきたいと思っておりますのでよろししくお願いますよろしくお願いします。 まずはどんな作品なのかをもう一度ね。あのご存知ない方もいらっしゃいますんで、はい、説明の方していきましょう。はい。正体不明のモンスター安納運による事件が多発する中力を失った。元魔法少女は刀を振り回し、元侵略者はゆるゆるお散歩。転校生はどこだっけ？ 非日常系学園アクションコメディ第2巻ということでねどんな感じなんですかねこれね今のだと何もわからないかもしれないですけど大体今まで収まってますねお話としてはそのね転校生っていうのが要は主人公なんですけれども主人公がまあがっつり影が薄い感じに仕上がってます。これわわざざととななんんででですすすかかよはい薄くっっちゃた 他のキャラが思っったたより濃かかんですか<れ> <laughs> なるようになって収まるところで収まったこうなったて <laughs> <laughs> そんな主人公で影が薄いのは矢上あすかと、うん、そしてまあ風紀元魔法少女もっがポイントですかね力を失って今普通の生活を送っている食いしん坊がこれは姫川さん はい、姫川さん、マキナさん、でココナアリスさん、これが僕一番気になりますね。あのベラボに鼻水がいつも出てるんです。花水です。でも可愛い。ブランブランしてる。ブランブランしてるのに可愛い。元侵略者の鼻水がココナエさん、ココナアリスさん。で一番瀬一ちさんこちらいいやつ。説明所にいいやつ。変なやつは大体友達何かと説明役を買って出る。まあテリーマンですね。簡単に言うと。 で森ヶ崎羊ちゃん、こちらがクラスのマスコットキャラクター、怖い話が苦手で、割とこれだけきっとすごいスタンダードな感じしますけど、ょ若干スタンダードじゃない気もします、僕は。<laughs> <laughs> それで、篠宮桜子さん、これ、篠宮ってすごく言いにくいんですけれども、ね、癒し系の,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 のふわふわ、ふわワン学級委員、かなりの天然、ふ、うんうん、わワンだからもうね、ブルランっつって、<laughs> そ,っち <laughs> そっちかん、バインバインっつってね。<laughs> はい バインバイン学級委員ですね。<laughs> はい、ああまた違うのついちゃった。それて進藤さんこちら生徒副会長佐動部副部長アリスがお気にまき牧のことはいじり倒すと、うん、SK がちらちら見える子ですね。うん、さ,あさあさあこんな感じでございますがこれどうですかね今お話が一貫で、まあ、もう顔見せ的なのとはアンノーンって何ぞやみたいなのがちょっとずつ分かって。 シル,エットだけシルエットだけで出てくる安藤ンンさんとかいっぱいいて中で力をある人そう倒す実は倒せちゃうぜっていう人とかつては倒せたはずなのにね的な人と侵略者のよくわからない立ち位置こんな3人がまあ一番それに対してのアクションができる子たちですけれども、はい、他の子たちも要は学園パートとかでいろいろしっちゃかめっちゃかしてくれるわけじゃないですか。そうですねこれどん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 話が進んでいく中今回2巻ですけれども、うん、何か整理とか何つうんですかね 1>, 1巻で結構できったキャラをそれでさらに2巻の中で遊ばせなきゃいけないと思うんですけれども、うん、大変だったこととかありますそうですねなんか日常してれば日常だけになっちゃうし何か事件が起これば事件だけになっちゃうんでなかなかこうあバランス的なやつが そういうのって、担当さんと一緒に考えたりするんですか担当さんは何か言うんですか?。あ、もう氷川さんが、割とこうきちんとしていらっしゃるので。こうどんなふうに二巻を作っていくかっていうの、こう割と二人で、こう打ち込みながら。こう記事を少しずつ、こう貯めていって、一話では誰が出た、二話では誰が出た。うん、じゃあ次は誰を出そうみたいな感じで、結構計画的に。考えてくださじゃあプロットも結構こまめにちゃんと作って。もう氷川さんがしっかりやってくれる。先生が考え。 た流れを見てそれでインでないっていうのが <laughs> お仕事ですか。すす <laughs> 他になんかあのなんか思いついたこととかって編集さんと <coughs> 漫画家さんが今一緒にい,い,いるじゃないですか。うん、なかなかこれで、うん、あのラジオっていうところから考えると結構珍しい形だと思うんですけど。うん、<laughs> 編集さんだけが来て説明することは何回か経験あったんですけどどちらもここにいるってなかなか珍しいことだと思うんですけど。うん、うん、なだから漫画家さんとこれケースバイケース違うんですかね。全部漫画家さんが考え る人もいれば編集さんからのアイディアとかがいろいろなんかいいプラスアルファがあって作る人とかもいたりするんですかそ,うです、ね、それはもう本当に僕と編集さんの組み合わせみたいななんで渡辺さんは渡辺さんとの仕事の仕方でみたいうちは、うん、その仕方があるしあ<ー>他の編集さん他の編集さんでまた違うリズムとか違う。 方法論があったりとか、あ<ー>じゃあ組むペアによってそのだいたい色が決まってくるって感じですね。そうですね。はい、もう初期のバックマンとか見てると編集超怖いと思うんですけど。編集さんって怖いんですか？怖い人も。 いるしそれもケースバイケースバイケースで小野田さんは怖くない大丈夫大丈夫です優しい優しいちょっと含みがある感じですねこれはそうなんですか全然ないでしょ今警戒要素でやってもらえてんだけど今じゃないところでやってもらいたいですけど優しいですこれ設定って当然連載始まる前に設定とかネームっつうんですかプロットですかはい。手の書いてこういうの書いてみたいんだけどでいろいろ二人で揉んだりするわけですよね そうですねの設定ってのは当然、平均先生がこれに関しては考えてはい、いろいろあっていろいろこう、いろんな人にいろいろ編集長とかいろんな意見とかあってこうなっちゃったという。 さっきお外でも言ってたんですけどよくよく考えると結構で俗に言う中二病的な刀が出てきてみたり魔物をってみたり魔法が出てきたり宇宙からの侵略者が出てきたりもするんですけどなんか僕らが知ってる中二色が強い漫画とは何かが違う。なんでですすかかね違うギャグだらよ そっか、そっか、役場がでしょだ,だって。根本は役場がなんですよね。<laughs> そ,うそうです、そうです。もちろんね、その、あの、定番というか、なんかまあ、簡単に言うと、悪いものは倒さねば、なんか危ないものは倒さねば、っていうのはあるけれども。うんうん、根底にあるのは、ギャグありきでいいんですよ、ねうん。ギャグありきで。 そうですねそう忘れてましたバランスまたまたバランスの取り方とかってのはまさに難しそうですねでもシリアスに振っちまおうと思えば設定とかキャラクター考えればいくらでも触れるじゃないですか、うん、それでもそうじゃなくてあの鼻水ブルンブルンが出てきたりとかおっぱいブルンブルンが出てきたりとか <laughs> いろんなブルンブルンのおかげでお話もすすするわけじゃないですか <laughs> しま,すしますそこら辺のバランスとかがすごい難しいというか面白いなと思いますけどやっぱ大変っすかその ケツはやっぱ笑いで終わらせて話もあればまさかの展開で終わらせたいとかいろんなのもあるだろうからそうですねなんかもうでも僕はヘッキー先生はあの、まあ、パパニポニの印象がすごく最初は強かったので、はい、ギャグの人だと思ってるんですよ、うん、次なんかはわってなってるうさぎの絵でおなじみの目そってるやつでおなじみの <laughs>。<laughs> <laughs> でも,なんかでもその中でもシリアスなところとかシリアスなシーンもあるじゃないですか,、はい、かそこが自分の中でも結構読んでてあの新鮮だったりもするんですけども書いててもやっぱそれは新鮮な気持ちになるんですかいやドキドキですね<ー>、うん、でそれはギャグよりもシリアスシーンの方が結構こう力入る感じですか力も入るし分からないのでもう乗ったことのない車を運転してるぐらいもうおっかなびっくりで。 スピード出していいのかな、いけないのかなみたいな。で,でも A ってなる瞬間とかってやっぱりあるんですか。そ<う>や,やっちゃえみたいな。です、それはやこう読者とかが応援してくれたタイミングで、うん、いけると思ってるバーント。はあ そういうのがったら編集さんはない「けケイって言う「イけイケって言うて「全開だ!」って言って「踏んだら踏んだら」って言うとかたまにこう「ブレーキブレーキ」みたいな私がタイミング悪いところちょちょちょとか言ってしまったりんでタイミングなんかさっきからヒゲしてまれんでしたそんな大丈夫大丈夫怖くない怖くない怖くないテトな私にくださいさあ 僕まだ2巻は当然出てないですから今目の前には浮いてありますが目は通していないんですけれども展開としてどん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 ねお話は当然1巻からいろんなこう気象点結とか起伏がブン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 あるわけですけれどもこっから先連載込みでいいんですけれども何つうんですかね俺この台本どうかなと思うけどあえて言いますね。今今後後のの展展開開ははままままんんやや 平和になります。<ー>悪い奴らを全員やっつけて平和にしたいです。世の中を平和にしたい。平和にしたい。大な<の>普通の漫画、それやると終わっちゃうじゃないですか。キャンディーポップのキャンポの部分を。そう。クローズアップしたい。ね、はい。な、目は外したい。な目外して。外したえの。みんな、みんな平和に。 平気先生はキャンプ舐めと呼ばれることに関してはもう慣れましたか?。慣れましたね,ね。僕のせいじゃないんですよ。<laughs> 平気先生僕のせいだって一瞬思ってらっしゃったようですけど、犯人は見つかったんですよね。<laughs> <laughs> まあでも浸透しちゃいましたね。良かったですよ。ね、ツイッターでも言われてました、ね。言われて<う>。もうみんながね、声に出して言ってくれれば。うん いいんじゃないかな。女の子はキャンポメの方がやっぱ言いやすいですか。キャンポメですか。はい。キャンポペンとキャンポナメどっちですか。<laughs> キャンポナメでもキャンポナメって聞くともうなんかキャンディーポップのことだってなっているので。あじゃあ侵怖,、ね、怖いですね本当。<laughs> 影響浸透力って怖いっすね <laughs>。<laughs> でも問題はないですからね別に。だってキャン,キャンディーポップないためだから。うん。 まあ正当的なところだってナイトメアってワンワードだからね目だけクローズアップするておかしな話ですよそうです、ね、どっちかさいうとキャンポナーですよキャンポナーデートナー USA みたいな,なキャンポナー USA みたいなどこ走ってんだろうな <laughs> 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 セカンドシーズンみたいなキャンディーポップナイトメアこれ <laughs> 先生がいわゆ今は今いろいろおかげになっていろいろ変わってきたところもあるかもしれないけどお気に入りのキャラとか変わったりして今はこいつ描くの面白いなとかいますキャラで。 いやーでも牧菜が今,<う>今もいいです、ね、やっぱり書きやすいですねでお話は一番動かしやすそうな印象ありますね牧ナちゃんはそうですね、うん、なんか定まってない方がこれはしやすいんでうん、うん、結構もう無茶なことをやらせたりとかもう平気でできちゃうなるほどと割とガチガチに決まってるキャラの方が何かやらせる時はちょっとこう制限がかかったりしちゃうんですか そうですねもうこういうことをやるだろうって分かっちゃうんで眼鏡が好きとかそういうわけではないあっ眼鏡大好きです好きか好き, <laughs> 好きだった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 そうそう、ね、まあね牧野さんもねなかなかバインバインですけど、ね、バインバインです、はい、でまあアリスさん鼻水、うん、鼻水はもうトゥルン,ントゥルントゥルントゥルンって。 花見す、ね、鼻<水>それはそれで趣向がありますよね趣向がありますねそういった面でもいろいろなキャラ楽しめる、ね、こちらの作品ですけれどもね、はい、ぜひ皆さん本当読んでみてくださいまあ読んでみた方がいいんですよねタイトルと絵柄だけじゃないことがいっぱい詰まってる漫画なんで本当、うん、読んでもらいたいと思うのでぜひぜひ皆さんこちらの方読んでみてください、うんうん、はい。 ビッグガン,ガンコミックスキャンディーポップナイトメア2巻はあさって5月25日発売です定価は税込610円第2巻の発売を記念した特典フェアもあります、えー、アニメイト各店こちらミニ色紙でございます、うん、アニブロゲーマーズ各店ではブロマイド 虎の穴各店ではミニサッシ、うんえー、ラフとかこう設定があるんですかね、うん、はい、そしてワンダーグー各店ではポストカード、えー、いろいろありますけれども購入特典フェアを実施します書き下ろしのね内容もあったりするのでグングン結構な量ですよ。ねうん、はい、特典なくなり次第終了になりますのでお花やめにということでサイン会の開催も決定でございます。はい、はい、しちゃいますか、ね シャッシャっていいですかシャっていいですか大丈夫ですかケンがサインカイツ僕じゃない、僕じゃないキャンディーポップの内蔵よりケがサインカイだ不思議な、キャンディーポップになるけどい利ケ利なめ？ン利なめケンをなめちゃダメだわはい、ということでサインカは詳細5月25日発売の月刊ビッグガンガンとウェブで発表でございますはい、そしてヘッキー先生にはまだまだお付き合いをいただきます渡辺さんありがとうございましたありがとうございました スクエアエリクスチャンネル。榎本隆之と相棒健斗。ゲストはこちらの方でございます。氷川きりです。ようこそ、ようこそ今日いらっしゃいました。今日はこちらの愉快なメンバーでお送りしているスクエニちゃん。さあさあこちらのコーナー行きましょうかね。うん。あれおかしいな。あ<ん>あはいはい。私も参加していいですか。参加したいですか。じゃあ、はい、いつもの挨拶をしてください。<あー> <laughs> ゴールデンウィークあけどこのゴールデンウィーク進行から抜けた今回ですけれども忘れてませんよ僕はあるでしょ言うことが言うことがあるんでしょやることがあるんでしょうやってごらんなさいよではいきますじゃあ一緒に言ってくださいね嫌です嫌です嫌ですどうして恥恥恥ずずずずかかかかかかしししいいら。ららら、らほ先生待って

はいありがとうございます今日もなんか知らんけど元気お手伝いしたの西アスカですちょっと投げやりじゃねえか最後だけ <laughs> これは問題ありますね今日もなんか知らんけど元気ってどういうことですか、ね、ど,どういうことだよ <laughs> 考えてなかった <laughs> なんか知らんけど元気なんですか、はい、なんか知らんけどそう,んそうですか、はい、その元気なくなればいいですね<笑><笑>姉さん怖い <laughs> <laughs> さあねヘッキ先生が引いたところでこちらのコーナーに行きたいと思います 毒独断と偏見で俺のベスト3を発表して何が悪い ゲームアニメ漫画に関する自分なりのベスト3を紹介するコーナーですとまあなんとなくわかりますよね平家先生もはいわかりますそうその通りのコーナーです今回平家先生はね漫画家でいらっしゃいますけど本当にゲームがお好きでツイッターとか僕が拝見するとまあゲームをやってるあとおもちゃで遊んでるフィギュアフィギュアじゃないロボで遊んでるロボロボ急に写真が見て何かなとって昔の合体ロボとかがガーンってなってたりする少年そうそうそう その平均先生にはこれ多分ね平均先生もこのネタは分かると思うんでちょっとこのネタを抽出してみました。お<い>えーと安本さん,さんケ,ンケンハンサム兄さん東さん。<laughs> あ、西西。にに <laughs> こんにちは、いつも楽しく聞いています。<laughs> こんにちは。お K、ニんだ <laughs> あ、こんにちは。<laughs> 君は女の子かい、女になっちゃうね。<laughs> <laughs> やめてもう、やめて。て <laughs> そうそうそう、こちらのわしとおんがさんがくれたな、はい、ドキッとした効果音ベストスリー。三<う>位。 プレステワンの起動時の音、聞き慣れるまで時間がかかりました。結構長かったもんね。んあのう。まあ、こちらがサ位とうん。それに。 ドラクエ3の冒険の書が消えた時の音勢いよくゲームをしようとしていたのに絶望しましたこれはニシャは若いから分かんないと思うけどファミコンの時に冒険の書が消えた時になぜか呪われた音があったんですそうそうそうあれ怖いですよねビビりますよねあのね、まあ、消えてもいいですよ全然冒険の書が消えた分にはかまんないです音つける必要なかったよね,あ,ね <laughs> あのトゥルルトゥルルで残念ながら消えてしまいましたで、ね、いいと思うのにあのなんであの音出しちゃったからいたずら心にも程があるでしょうっていうね そして1位、えー、こちらで、ね、分かる人いると思います黒のトリガーで「ーが「<ー>に「の<ー>時の叫び声悲しいシーンが余計悲しくなりました小学生の時すがみでやっていてテレビから出た音に軽くトラウマレベルですと<ー>これはねれ覚えてます音覚えてるよ音っていうか声を音で、うん、表現してるようなやつだったからねこれはね 悲しいシーンなんですよ、これはね。これは平気先生分かってくれるんじゃないかなと思って、チョイスしたんですけど。ディーエスにも出ましたもんね。はい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 。あのシーンがですね。小学校の時に、本当まさに。ちょっと本になったんですけど。怖い、怖い、怖い、怖い。はい。はい。平川さんのとうになっちゃう。このってると、どうかなっちゃうんじゃないかな、怖いな。怖いな、怖いな、怖いなと思ってると。 テレビからすごい音が聞こえてきたんですよ <laughs> っていうふうになってしまうんですけどね効果音がね <laughs> 普通に聞こえたんですけどもねいや <ー S 2> まあでもね <laughs> 結構いろいろなねトラウマの効果音によってあのトラウマのレベルが上がるっていうのはありますよねマザースリーでもこれ冒頭結構序盤戦で自分の家族のが「があの。 なってにこうパンダウンしていくとなるシーンがあるんですけどそこも怖かった怖かったっていうかもう悲しかったうんそうそうそうあるある怖かった子がんで今マザースリーを思い出したの俺スプラッターハウス思い出しちゃったどっちのファミコン版の方って可愛らしいじゃないポップな方だねポップな方なんだけど意外と超怖いっていうところがあってスプレッターがプッてなるからねあすごい

青丸 <laughs> の代議でちょっと威力おかしいだろうっていうやつやね。たいな「ザバ!」っつって癖のあるゲームが好きなんで上り燕返しが出せるやつがすごい強いんですよね続編になるとこう優しい操作性とかになっていっちゃうんでもう毛を尖ったやつがいい尖ったやつがもうチームエディットとかできないキャラ抱き合わせで格闘ゲームをやるというはい、はい、<laughs> あれがいいんですーそうですそうです あれも急にバスケットボールがどっかともなく何発も落ちてくるっていうねあと, <laughs> あと入力受付が結構シビアですよね当時はだってキャンセルで教室出せただけでヒーローでしたもんねうんそうですね、うん、あれじゃないけどあれなんだかガロスペかななんかで俺キャンセルレイジングストームが出しただけで近所のゲーセンでヒーローでしたか、ね、<laughs> まあ連続技になんないんですけどねうん、うん、あいつキャンセルレイジング出してるぞつってあいつみたいな<笑><笑>そういうのがあったんですよ格ゲーで、うんうん、格ゲーは西やんないもんな あんまりそうですねでもまあお兄ちゃんとちょっとやるぐらいお兄ちゃんはやってたんだんそういう時お兄ちゃん手加減してくれるのあ全然してくんないですね <laughs> ガチだガチです <laughs> <laughs> でボッコボコにされて <laughs>、まあ、<laughs> もうやんないっなっちゃうんだそうですそうですじゃ次いきますねこれチャンネルイカそうめんさんありがとうございますありがとうございます迷いますベスト3これは僕3位と2位は別にそんなに引っかか,かってないんですけど1位に引っかか,かったんでちょっとこれを読みますねはい 友達3位が友達との約束を取るか発売日だから断ってゲームをやるかまあまあまあ気持ちは分かりますけれどもそして2位がゲームでの最初のキャラメイク。 これはまあわかりますね。この間僕ドラゴンズドグマをやってる時にキャラメイクでどうやったってうちの女の子のキャラを作ろうとしてたんですけどどうやったってケツアゴになるっていう。なぜなぜ絶対なんないでしょ。いやあれちょっと洋ね洋ゲっぽい雰囲気のキャラの顔だからな。んかねケツアゴになるんです。嘘だ。顎がうまく作れなくて。ケツアゴないしちょいしゃくれっていう感じしちゃって。この好みの出っ歯顎になり難しかった。これは本当難しかったですね。第一これは。 世代的にヘッキー先生と俺は多分比較的近い世代だから多分この論争あったと思うんですよ。お何だろう。ファイナルファンタジーを FF と略すのかファイファンと略すのか。今では FF と略していますが子供の頃ファイファンって言ってました。俺もファイファンって言ってたんですよ。僕は FF でした。FF でした。でもこれ二ついませんでした。いましたいました。わかりますよ。いつの間にファイファンってなくなったんですかね。ねえ。大人になったら誰も。 なんで当時 FIFAN って FF じゃなくてファイファンって言ってたかっていったら全てのファミコンカセットに FF って書いてあったの、うん、ファミリーコンピューターの何かあれのロゴかなんかで FF、うん、って何か書いてるマーク確かありましたよねありましたありますえっ、ー、ほんと 俺の記憶違いだったらちごめんなさいだけどなんかね書いてあったのよそれもあるかなんかね FF じゃなくてファイファンって言ってた俺もいつの間にかファイファンっていうことが恥ずかしいんだと思い始めてちょっとずつ FF に寄せていったんだけど <laughs> <laughs> 5回1回ぐらい FF 挟んでそのうち,ちょっとずつ寄せていったんだけど多分ね35から40ぐらいの人たちはこの論争周りであったと思ういやでもうちでもありましたあった でも私もありましたあった、はい、なんで FF? <お>関西はどっち関西は…関西っ私の友達はファイファンって言ってましたお関西ファイファン説<ち> <laughs> ですかねあれ健康兄さんはうちは10人に一人ぐらいがファイファンって言ってあとは全員 FF でうちの小学校はほぼほぼファイファンでした<ー>マジで、うん、あれはどうなってるんだろうららん ファイファンの地区とファイファンの地区を知りたいので皆さん急遽なんですけどメールであの「私は小学校の頃ファイファンと呼んでいました私の周りは FF って言ってました」とかそういうのちょっと、えー、住んでる都道府県名を書いてですねちょっとメールで送ってくださるのぜ,ぜひちょっと知りたいですねこれど,どっかで分かれてたりするのかでも俺は小学校の時も転勤繰り返して神奈川県にいたんだけど,ど神奈川県はファイファンだったぜ それは僕がもう36という年でこの辺の年代はそうなんだ若い世代はみんな FF だと思う<ー>いろんな雑誌とかであと音声媒体とかでも FF って言い方をしてるから,あ,<ー>からある程度年いった人の連絡が欲しいんだけど連絡が欲しいんだけど連絡お待ちしてます碧先生はどの辺だったんですか地元は僕全然大田区です大田区大田区はどっちもあったはいうん、どっちもあったと思うんですけどシリーズがこういくと5とか6になると「 FF5 とか FF6 みたいな言い方にこう,うあ<ー>あそれあるかも確かにもしかしてじゃあファイファン5って言いづらいからもうみんな FF になってたからファイファン4ぐらいからおかしくなったからファイファン3までだったらまだ言えた,け,た,言えたけど フファァインでも言ってた言ってた今思うとちょっと恥ずかしいけどいや恥ずかしくないですけどじゃあ俺これからもファイファンって言うよじゃあちょっと恥ずかしいファイファンフォーティーンっていうファイファンフォーティーンファイファンって響きが懐かしい懐かしいですねでもね確かに言ってた言ってた何だろうねポケットモンスターポケモンはいいのにファイナルファンタジーファイファンはちょっと恥ずかしいのな何でなんだろうねなん何だろうでも手に振りのことを「手におう」って言ってますかえっ

ちゃんとテニプリとかって言ってるじゃないですか。それもなんかなんでなんでプリプリンスってのんいちいち英語に直すんとか言ってテニスの王子様がテニオでえやみたいなこと私言ってておも確かにそうだわなとか思いながら聞いてた何その可愛らしい解釈 <laughs> いやーいいの思い出してね <laughs> <laughs> すごいねなんか変な略し方とか確かに今ねラノベなで大体略し略しますけど俺がいるもそうですけどなななんか略 ししてましたよね子供の頃ファミリーコンピューターはファミコンから始まってるのかもしれないですけどまさに、えー、こちらはえっ、ー、とチャンネルが「抱かれたいモンスターは第1位がジャミラス」<laughs> な「なぜだありがとうジャミラスじっくり考えないと後で公開するベスト3」うん「3位買ったか買っていないかいまいち確証が持たないコミックスの関数」<ー>ダブルよね漫画。 ななんんででダブの俺自分でもいつも分かんねえんだけど買ったはずのものを買って帰ってもう「三国志」60冊あるわけですけど何個かダブったんだよね三国志が60巻もあるとダブるわけです今「ワンピースもちちょょいいります俺ブリーチもちょいちょいやります俺なんかついつい書店なりコンビニなりで見かけた時に買っちゃうんじゃないですかあってでも私思うんですけどこれってなんか 小学生の頃とか、なんかこうお小遣い制だった時とか、うん、自分でこう自由にお金をこう出せない時って。うん、なんかもう何回も何回も本見返したりとかしてたじゃないですか。で、でも大人になった今って、こう集める。 だけ集めてこうじまあじっくり読んだりとかしてあんまり表紙とかをちゃんと見なかったりとかなんかしませんかなんかこうパパパッと買っちゃってでまあすごいいっぱい読むことは読むんですけど中身はよく見るけどそうですそうです表紙は買った時にそうですそうですこのインパクトというかイメージというか大人になってからそうなのそうっていう仮説ね西野は私はそう思うんですよ俺は小っちゃい頃もそうだったんであそうなんですかなだなんでだ三国志六十巻買ってたの俺だって小学生だからそれはまあまず横山みつてる先生の 絵があのすごいあんまりあのドラスティックに変化がない点もあるとは思うんですけど <laughs> 違うこれ愛情持って言ってるんだよ俺は大好きなんだよこ庫 <laughs> でも全部持ってるよ <laughs> 何もかも持ってますよ岡本先生もうすごい好きなんです <laughs> でもあの比較的あれ「陳休の顔」ってこれだっけリたダー悩んだりする絵なんですよ <laughs> 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 途中で顔変わってんじゃんとかあるんですけれども <laughs> でも多分もう買ったらとりあえず一冊一冊買うじゃん、うん、すぐにお金がないかま,まとめがかしないからかすぐ表紙をつけるのねあの本屋さんで表紙をつけてもらう布の布じゃないあの紙の表紙<ー>で表紙を見なくてはい、はい、ワクワクが強すぎてすぐ中身読んじゃう<ー>で表紙の印象が意外に残ってないっていうのもあると思うんだよね<ー>すぐ読みたくてすぐわって読んじゃうから表紙を覚えてないっていうのは あるしあともう先月出たにもかかわらず売れ行きがいい漫画とこだと平積みするじゃない本屋さん、はい、平積みしてやると新刊かなと思って間違えて買っちゃうそ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 うでまあ売れたら売れた時出版社しみしみなんで俺たちは出版社の罠にはまってんだよ別に罠をかけてるわけじゃないでしょ <laughs> <laughs> 罠じゃないですよ別に初版が売れて次またね増産されましたよっていうのできてあれ 買って帰ったら「ある!」ってなる「ある!」いいじゃないですかそしたらその漫画知らない人に布教すればいいじゃないですか後輩にあげますよもうダブったやつあげるっつってあの「よかったよ」んで安本さん62巻だけもらっても」みたいなあとは買えみたいな62巻だけだとどうにもならないですって逆に気になって全部買っちゃいましたみたいなそしたらばいいね このから、ね、関数が第長くなっっちゃったで第二店によって違う初回特典ねあのキャンディー・ポップのアイトメアもね<ー>初回特典といいますかあの店舗特典いろ,いろいろ違いますので、うん、よろしくお願いしますねそして1これ意外にそうなんだよね携帯ゲーム機の本体の色<い>悩んで買わないとずっと持ち歩くことになるあ<ー><ー>そうなんですよねーノリで買ってしまうとそう,なうわーすげえビビットな顔買ってしまったとか。<laughs> うんうん まあ黒だとみんなと一緒だった。うん、そうそう。携帯ゲーム機ってまあいろんな色があったら何色チョイスするけは青。青。赤黒。西は？ピンク。まあ女の子だからな。平気先生は？服は黄色か赤。オオ。オオオオオオ。黄色はなかなか。 ないですもんね。まあ、あるけど。うん。俺はね、黒なんですよ。だいたい。いいじゃないですか。ゲーム機は、なんか黒の方が落ち着くんですよ。ほう。真っ白とかは、あんまりじゃあ手付けない、あて。うん。なんかね、黒が。黒の方がいい。でも、白も最近はね。買いますけど、なんか白が黒だいたいだから。ああ。なん、なんかね、その二つがゲーム機の色っていう風にね。うんうん、思い込んでる感がある。 うん、じゃあそれはちっちゃい頃とかやっぱ黒いのもあったからってことですかわ、ね、かんねえ多分ねプレステ2の色だからなのかなでもよくよく考えて真っ黒のゲーム機って一番最初に触れたの多分プレステ2なんだよそれまでファミコンだって白だったしさスーファミにいたらグレーとも言えない<ー>何とも言えない色<ー>じゃん<ー>プレステもグレーっぽいじゃんセガ系のサターボでももうどっちかってさグレーと青メガドライブとかあメガドライが黒かう,うん、うん ンンその辺ははまだ黒とかもエジ白じゃでコアグラフィックスは黒いと黒だったけどこうやってつくといつまでも話すけどネオジも黒ねネオジマ黒ねなんかやっぱりだからが多い印象があるからゲーム機は黒い方がいいなっつって最近は白も買うけども大体どっちか安本さんガジェットも結構好きでスマホだったりいろんなのも白か黒ですねそうねそうそうそう。 携帯は一時赤にしてた時があるのね、うん、理由はカバンの中で見つけやすいっ黒っ <laughs> てすごいかっこいいんですけど、うん、カバンの中で探せないんですよねそうそう赤にした途端に見つけやすかったんだけど<ー>俺と全くとある二つ折りのやつをあのこの仕事をついてからも赤をずっと使ってたんだけど全く同じの安村誠さんと恐れになってどっちの安村赤じゃんって言われてから俺はまた黒に戻した <laughs> <laughs> 先輩に悪いな被っちゃった先輩に悪いな一気 <laughs> 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 だ 最近本体の色もいろいろあるけど大体初手で出るのってカラーバリエーション少ないじゃん気に入った色が後々出てきてみんな悩んだりするでしょうやっぱあれ欲しいなっつって僕もねと当然ゃんあの『ドラクエモンスターズ』の 3DS とかねキングダムハーツの,の 3DS とかもあの本体が欲しいから買うんですけど使ってなくてよくよく考えるとこのコレクションはどうなるんだろうっていうのがねいっぱいある家に。 もったいない後輩にあげいばいないあげないもったいないもんまあ欲しくて買ったわけですスライムがいっぱい書いてあって可愛いんだでももったいなく使えないんでああでもそういうのがいっぱいあるの PSP とかもあるし後々じゃあ安本ミュージアムを作っていやいやそうすればいい俺が愛した愛機たちっつってこうズンズンズンってウィーもね最初白を買ってでも黒が出たじゃないですか黒が出たてイエーって喜んで買い替えたんですよ いいじゃないですか「WIGU <ィ>黒で」が、うん、出たからよかったっつて黒買ったんですけど、うん、黒いゲーム機が出るとね買ってしまうんですよね。 無駄遣いですよね、本当ね。でもね独身のね三十代で自分に自由にできる金が多い人はね誰か止めてくれないとずっとこうなるんですよ。まあでも趣味にお金かけるのはいいじゃないですか。<laughs> 悲しいものが止めてくれるやつ俺たちは待ってるんですけどね。ね止めないけどね,ね。誰かが俺のこと叱ってくれないとずっとこうだ。助けて。<laughs> 叱られたいの。<laughs> 最近最近ちょっと叱られたいらしいですよ。ね <laughs> まだまだお叱りのメールお待ちしております。お待ちしてまーす。 はいあの受付メールアドレスは「s e アンダーバー」「c h a n a g せ」「アマーク o n sen.ag」「ーー」「s e a g アンダーバー」「s e a アンダーバー」「ちゃん n アンダークー」「音 sen.ag」「音 sen.ag」です。ゲストの平均先生とはこの辺でお別れしようと思ったのですが、えー、次はのドラクエ10のミニコーナーなんですね。はい、で平均先生はドラクエ10すごい結構なさってらっしゃるんでうん、うん、どうですかついでに新しいクエスト聞いていてきませんか聞きます <laughs> <ぞ> <laughs> 平均先生と一緒にドラクエ10のミニコーナーをやります。はい クエイリーニックスチャンネル。ではこちらのミニコーナー。ドラゴンクエスト10目覚めしいつの種族オンラインクエスト情報局。ドラゴンクエストシリーズ初のオンラインドラゴンクエスト10目覚めしいつの種族オンラインで続々と配信されている新しいクエストを紹介するコーナーです。<や>そうそうそう。うん、ヘッキー先生とおけてもともと一番最初は何の職業で始めたんですか。うん、武道家ですね。武道家。<ー>はい。えーじゃあ。 タイガー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 のよりも前の弱くて使い物になれなかった時にあゼロか1ダメージしか出ないっていうひらめけなめけなひらめけなかってころノっとひらめいきの頃そうですね今こんなにっていまだにだってタイガーくじゃなくても武道家の詰め武道家はやっぱ優秀ですもんねそうですね今いろいろ職業供養いろいろやってらっしゃると思いますが今お気に入りの職業って何ですか今は旅 サビゲンどの辺がお好みですか。発するダンスがいいです。ああはい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 発走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 本当に連打ですずーっと踊ってる発、うん、ずっと発するずっと発する。<laughs> でも結構相手を状態以上にする技とかもね多いですけどねじゃあキラージャグリングが一時猛威振るいましたからね、うん、強かったですねキラージャグリングを受けてボスがボスがアヘーってなるから <laughs> あアヘ顔になったボスをみんなでタクタクって <laughs> あの可愛い技なの <laughs> キラージャグリングをするとボスがアヘ顔になるってなったんで <laughs> それでみんなで頑張ってましたけど、はいはい、さあそんなドラゴンクエストえー、今回の配信はですね五月20日配信分賢者の杖は各語りき第二話アグラニに潜む影

受注条件は第二はクリアしている。はい。は報酬はウルベア金貨。ウルベア金貨。はい、そう、最年、ね、最初、平均先生だったら、分かってくださいますけど、こちらのクエストって、いろいろ今までありましたよ。はい。今、ありましたが最初の方の報酬、きつかったっすよね。うん。ひどかったですね。<laughs> <laughs> でも、これ、みんなの声がいろいろ届きまして、だいぶ報酬良くなってきました。はい。金貨。ねえ。はい、でも、最初、まあ、金貨も、ね、そうですけれども、オーブが出た時、すげえ嬉しかった。うん。報酬でオーブ。 そうでど、ね、んど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 んよくしてくれ待ってるぞ、うん、そして大型アップ,アップデート、うん、大型でまあねあのちょっと収録のタイミングの関係で僕らはまだ遊べてないんですけど大型アップデートがお、ね、始まっているはずですこれがオンエアされてる頃にははいはい。はい みんなであの何ですかドドア何ドルボード何ドドルドルドルドドアドワーフの何あれ何そこまでだドルボードですドワーフのあれ何ドルワーフをなんでそんなおでこのシワえでもねドルボードでもドワーフじゃなくても取れますからねあそうですね全種族ヘキセで一番お気に入りの種族ありますそういえば僕はドワーフドワーフドワーフの村にはでも 住んでますよドワーフの町はいはい、はい、あそこ便利ですからね、うん、そうです、ね、使い勝手がいいですからねうん、うん、らだやっぱオーガにしとけばよかったなって今思いますああまあかっこいいですからね女の子かわいいです可、ね、愛、ね、いこれ、うん、<ー>でもえ僕エルフで始めてしまったんですけどもエルフって一番普通ですもんね普通ですね ちょっとかわしたときにヒラ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 って飛ぶのがちょっとあ唯一のアイデンティティそこにアイデンティティを感じるんですねヒラヒラヒラっていうのにはアイデンティティがあるだけでね僕もドワフドワフじゃねえもうドワーフじゃねえよそこまではドワーフね本当顔色悪いでね心配ですいいじゃないですか別に健康ですよねどんな種族だってね平等に愛しましょうよ緑は健康ですから健康です緑は逆に肌色な うそ,うそうそう。<laughs> オーバーと同じ色になと健康ですからね。でね <laughs> 本当に顔色悪いですけどね。皆さんねあの温度の温度差激しいですけどね体調は気をつけてくね。<laughs> はい。そう思って。<laughs> はい。ということでドラゴンクエスト10目覚めし五つの所属オンラインは <laughs> Wii 版 Wii U 版ともに大好評発売中です。詳しい情報は公式サイト目覚めし冒険者の広場をチェック。Wii U 版から始めた人はこちらのプレイガイドも参考にしてください。はい。 もう一つお知らせです。大人気のドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリーシリーズにオフィシャルショップ限定販売のメタルハンターが登場です。えこちら手のひらサイズながら持ってみるとずっしりと重みを感じる金属製のフィギュアで、うんえー、来週5月30日発売予定です。え価格は3280円でオフィシャルショップ限定販売となっております。ススススククニッイイーートアアにて予約受付中です詳しくは、えー、イーストア内の商品情報ページをご覧 覧くださいスクエアエニックスチャンネルここでススククエアエアニックスかららのお知らせですまずはゲーム情報からテレビアニメやアーケードカードゲームでもおなじみの超速変形ジャイロゼッターがついに任天堂 t e ー3 d s に RPG として登場超速変形ジャイロゼッター 『アルバロスの翼』は6月13日発売で現在予約受付中です予約特典にはゲーム内で使用できる特別なジャイロゼッターがもらえるダウンロード番号をご用意しております予約特典はいろいろあるので詳しくは公式サイトをご覧くださいこれ僕はあのアニメの現場で僕はあのジャイロゼッターアニメちょっと出させていただいてるんですけども、はい、この現場でやってるところをですね作ってらっしゃる方がいらっしゃってて見せていただいたんですが面白そうだったゲーム本当はい、うんあのね RPG です 本当に,に<ー>でいろんなカードそのロボっていうのが当然いろいろ出てくるんだけれどもはい、はい、そのロボを、まあ、仲間にするとか自分でいろいろ強化するとかいろんなことができるんですけど自由度が結構高そうで面白そうでした<ー>これがあのアニメで出てるキャストが、うん、他の役で出るっていうのでいろんな何つうんですかねシャッフルキャスティングっていうのかそれでね<へ>遊んでたりするんですよで僕アニメの方だとすっげえでかいおかまをやってるんですけど <laughs> 回よね、すっげえでかいオカマやってるんですけどオカマま,まをやってるんですけど <laughs> こういう芝居ではないんですけどこのまま普通に喋ってるんだけどでも,でもこっち側のゲームの方だと違うことやったりとかねそういったいろんな遊びが仕掛けがいっぱいされてますのです、ね、ぜひぜひこちらの方も遊んでみてください続いては出版情報です さらなる高みへ導く、公式ガイド最終編。任天堂 3DS 版、ドラゴンクエスト7、エデンの戦士たち、公式ガイドブック、秘伝最終編が5月30日に発売です。世界を復活させた冒険者たちに秘められた真実を伝える。新たに発見された特別な石板、そこで出会うモンスター、手に入れられるアイテムなど、 公式ガイドブックでは明かされなかった謎の数々を大公開すれ違い石版を遊び尽くすためのお役立ち情報やさらなる高みを目指すチャレンジ記事も収録ピュッと溝を打ってモンスターを攻撃できる装備品水鉄砲が手に入る特別な石版のプレゼントコード付きとなっております さらにスク k y n i x e ストアで購入すると購入特典としてメタルキングの盾が手に入る特別な石板帰ってきたヒーローのプレゼントコードがついてきますこちらもぜひチェックしてみてください最後はアニメ情報ですテレビアニメ「デビルサバイバー2」「ジアニメーション」「やはり俺の青春ラブコメは間違っている」が大人気放送中です詳しくはアニメ公式ホームページにてご確認ください 以上スクエニちゃんからのお知らせちゃんでした。 本樹がお送りしてきました「スクエアニックチャンネル」第84回目の配信もそろそろエンディングでございますメールを読んだ方の中から1個そうですね、うん、今日は本日は 一番あでもそうだな皆さんからのアンケートネタにもなった F.F とリアクスのかファイファンと略すのかこちらですこちら送ってくださったイカそうめんさんに差し上げますありがとうございます他にも読んだ方々はあの漫画や読書がねするときにべあると便利なあれを差し上げますのであれをああれをマスコマスコ伝説の恥ずかしいよ恥ずかしいよこっちそれを差し上げますさあそこで でもってここでお知らせがございます。何ですか？超ビッグだ、ビッグガンガンなお知らせがあります。ビッグガンガンのお知らせ？ビッグガンガンのお知らせではない。ビッグなお知らせがあります。なんと世界最大級のゲームの祭典 E 三、あのアメリカ、アメリカ、アメリカ、ユナイテッドステートでやるわけですけども。E 三が。E 三に日本のユーザーさんを代表して、すくえにちゃんから安本弘樹が参入することになったんですって。ほら、なんだって？僕もびっくりですよ。なな。 なんだって安本さんがは, <laughs> はい E3 え代表してわかんないです連れ出されるらしいですね <laughs> ああえ行くんですかど,どこにどこにわ<こ>かんないです遠いアメリカ<え>ロサンゼルスのちから E3 現場の雰囲気を交え、うん、開発の皆さんの素顔ハテナいや新たな情報を YouTube ライブにてお届けするそうですよ安本広樹さんがえ,えロスから パスポートねえけどなまだ急いで作んねえマ<ジ> <laughs> 間に合う申請とか急いでやらないと急がねえとマジすぐ行ってくださいねそれは俺もこの情報見て面食らってる状態でございますマジでか2,3、えー、に行くそうですよ E3 に初参戦安本を応援するぞメッセージを番組までどしどし送ってくださいお<ー> <laughs> 頑張れよっていうメールを皆さんくださいちょっとるかもしれませんあとはまあ向こうで実際にクリエイターの方とかでいろいろ聞いてみたり例えば俺だと予想だと XBOX が今回新機種出すんじゃ,出すんじゃねえかなっているから皆さんがここら辺見てきてとかそういうのでも構いませんなるほどなるほど皆さんからのメールをお待ちしてますので、はい、そちらの方はですね番組まで E3 に初参戦安本を応援するぞ安本お前これ調べてこいメッセージを番組まで送って なんだったらライブ配信をするそうなんでライブ配信で読み上げるかもしれませんおすごいじゃないですか世界に配信されますよあなたのメッセージがまだパスポートないですけどね早く撮ってくださいよ。YouTube ライブ配信はスカイニックスの E3 特設サイトからご覧いただけますねまだパスポートないです早く早くもうこれ海外に行ってないんそうなんですか意外と日本が好きなんでね ということでね、はいえー、安本さんへの素敵なメッセージをね皆さん考えてねどしどし送ってくださいね、はい、YouTube ライブ配信はスクエニックスの E3 特設サイトからご覧いただけるとなおスクエニの E3 出店ラインの発表はこれからになるようなのでそうだよこれを言いに行くんだろこれからになるんだってでもそう追って公式サイトの情報をお待ちくださいと いや僕ちも楽しみですねこれね送りましょうメッセージ連打しよう連打しようつまんなかったら呼ばねえから毎日メールしようパスポート取りましたそれは俺にメールしてこっちじゃなくて俺にメールしてああそっかそっかもういけてるってことは取ってるってことかそっかはいということで番組のメールコナーへのメールは se-chan.onsen.agse-chan.onsen.ag ですこちらまで送ってくださいお願いいたします はいそして先生のね、せっかくいらっしゃいますがヘッキ先生は、5月25日ですなはいはいキャンディーポップナイトメアキャンディーポップナイトメアキャンディーポップナイトメア2巻これも表紙、すごい手触りがいいうん触って、触りたい触りたいです触りたいどうしてもはいおお、あれなんだ、スノーだスノーだこれは、先生、このデザイン、こちらはどういったテーマでなんか 黒いんで、うん、髪も服もストッキングも黒いんでなんか花的なものを試行錯誤してみましたなるほどあそれでここがお花のところがちらっとあってみたりとかそうですねなんかこう割れ目的なものがわ割れ目これトランプですか はいあ<う>あ,あ,あるあるうんいろいろあるいろいろあるなかなかセクシーな雰囲気も漂わせてるこちらのねあの表紙もあウラブヨシャでも見ると安心しますねウラブヨシャ安心する感じですけど表紙は若干ちょっとかっこいい感じに仕上がってますは,はいキャンディンポップのアイテムはこちら二巻がえ五月二十五日の発売ですので皆様ぜひそちらもよろしくお願いしますお願いします先生じゃあ最後に一言みなリスナーの皆様に一言ございましたらどうぞ。 えっと6ヶ月お待たせしたので、うん、いい漫画になるように頑張りました是非見てやってください。 ありがとうございますというわけで今回はここまで次回の配信は5月30日特集はプレイステーションビーター版も好評配信中の拡散性ミリオンアーサーおおきたここじゃ言えないけど結構課金した、えー、ゲストは拡散性ミリオンアーサープロデューサーの岩野宏明さんと拡散性ミリオンアーサービータ版のプロデューサー古川祐希さんえっとね、はい、課金した、えーえー、そんなわけでここまでのお相イトは <laughs> お前も落ち着けんとおとつちゃん西尾須子とゲストちゃんのヒヘキルとパーソナリティちゃんは安本ひろでしたそれでは皆さん次回のスケリちゃんまで <laughs> さようならちゃん <laughs> この番組はスクライニックスの提供でお送りしました